こんにちは、速稼塾の久保です。私の運営する速稼塾にはですね、川原浩二さんという方がいらっしゃって、まあ西成浩二というね、こういうふうなストーリーで私も再生リストを作っております。まだ第2話なんですけども、これはその第2話ということでお届けします。西成浩二、まあ別に西成に住んでるかどうかはちょっとね関係ないんですけども、なんとなく語呂がいいんでね、まあ大阪にお住まいだということなんですけども、西成浩二をちょっとね、始めさせていただいてます。今回ね、この浩二さんは素晴らしい2つのことを盛り込んだ動画を作ってくださいました。これね、全ての方にお手本にしていただきたいですね。まさに速稼塾魂というものが溢れていると思います。その2つとは、1つ目、まずは自分で行動するってことです。特別定額給付金をはじめとする国民生活支援がこのコロナ禍でまあ足りてないんですよ。ですんで、この川原浩二さん、市議会議員さんのところに乗り込んでですね、談判とまで言わないですけども、対談をしていろんなことをね引き出してくださったんですよね。その次に今度は県会議員さんのところに行くんだっていうふうに、まあ、おっしゃってました。本当にこの行動力見習わないといけないです。この川原浩二さんね、実はこの対談に行く直前に、スマホでコピーペーストって言って動画を私に送ってくださるはずだったんですけども、コピーペーストのやり方がわからないんで送れませんっていうふうなね、ご相談いただいたんですよ。で、私がコピーペーストはこうやるんですよっていうふうにスマホ版のコピーペーストの動画を作ってお送りしたら、すぐにコピーペーストね、覚えて送ってくださったんですよ。で、この行動力が素晴らしいことと、川原浩二さんは特にネットのスキルがグーンって高いわけではないんですよ。でも、一歩一歩前に進んで、自分でやらなきゃ、自分で皆さんのためにやらなきゃっていう精神に溢れた方なんですよ。これが一つ目の学ぶべきこと。もう一つ目はですね、この川原浩二さん、YouTube チャンネルをされてるんですけども、コメントを下すってる方の中には、他者のコメントを貶めるような発言をする人がいるそうなんですよ。で、そういったところに対しても川原浩二さんはね、まあ、素晴らしい采配をこの動画の最後に出してくれました。それは自分のことはいいよと、自分のことはいいんだけども、一生懸命コメントを書いてね、いろんな考え方を提案してくださる方に、まあ水を浴びせるようなね、貶めるようなことをやめてくれと言ってるわけなんですよ。まさにその通りなんですよ。これちょっと想像してもらいたいんですよ。川原浩二さんとこのコメントを書いてくださった方っていうのは、ファミレスでお茶を飲みながらね、会話をしてるところなんですよ。そこに通りすがりの人が川原浩二さんのこのね、お話をしている A さん、仮に A さんとしましょう。 A さんの言葉がちょっと耳に入ったからって言って、川原浩二さんと A さんのテーブルに乗り込んできて、おいおい、それはなっていうことをしますね。そういうことなんですよ。インターネットを通じて誰かと誰がコミュニケーションしてるってことは、ファミレスとかね、フードコートの真ん中でその人なりの会話がある、その関係性のところに割り込んでいくってことなんですよね。まあですんでね、発信してる川原さんに対していろんなコメントとか反対論っていうのは、それはね、発信者だから受け取るべきものがあると思います。これは私も同じです。ですけども、コメントを書いてくださってる方っていうのは発信者ではないんですよ。発信者に対する、まあいろんな考え方をね、こうコメントしてくださる方なんですよね。いわゆるファンの方なんですよ。そのファンの方を貶めるようなことは、私だってね、それは面白くないですよね。で、そういう方は、どうぞ文句があるんだったら、自分のアカウント内で、こんなやつがこんなこと喋ってたよみたいなことは、それ自分のアカウントとかタイムラインでやってくれればいいんですよ。で、人が会話しているテーブルにね、よし、ちょっと腰掛けて、突っ込んでくるもんではないと思うんですよ。うん、そのぐらいの分別は、なければ、もう、良くないと思いますね、私はね。うん、で、特に今みたいな時期って、国民が力を合わせないといけない時にね、何かをやろうとしてる人を貶めたり、やる気をなくさす人って必ず出てくるんですよ。で、こういう人たちのせいで結局は権力者の思うつぼになってるってことにね、そろそろ気づかないといけないです。私たちは利害の一致不一致あります。思想の違いがあります。でも全体としてね、まとまって既得権益に立ち向かっていかないといけない時ってあるんですよ。例えば私たちは与党野党ってものを見て、野党がなかなかね、統一しないわけですよ。野党連合っていうのはできないわけですよ。野党っていうのはいろんな主義主張がぐっちゃぐちゃになって、党が分かれてるわけじゃないですか。一致団結して与党に向かっていこうよっていうふうな思いはね、誰でも持ってると思うんですよ。こうやって人に対してはこう思うんですよね。でも自分は思いの違う人と握手をすることにものすごく抵抗するんですよね。むしろ向こうが頭を下げて俺のところに来てくれるんだったらみたいな高飛車な態度になってしまうんですよ。そういう人がね、誰かのコメントに対して持論を展開して、せっかくのそうやって温かい思いを潰すわけなんですよね。まあそういうところに対して川原さんは、浩二さんはね、黙らずにきちんと
発言してくださったというところで、これも速稼塾魂、素晴らしいと思います。まあ、私もね、そのコメントを書いてくださる方を貶めるような人は絶対許さないんで、もうどこまでもね追求していきますからね。まあそんな暇ないんですけども、やめてくださいっていうぐらいなんですけどね、うん、ということで今回は川原浩二さんの素晴らしいアクションに、私は2つの学びを皆さんと一緒にシェアさせてもらいました。一つは自分で行動すること、一つは人を貶めるやつを許さないということですね。きちんとそこをピリッとね、自分のタイムライン、自分の YouTube の世界の中では川原浩二スタイルをちょっとね受け入れてもらおうぜっていうふうにきちんと言ったことですよね。はい、ではまたね、パート3楽しみにしてます。浩二さんお疲れ様でした。